ですね、広島県のレザークラフト販売店に行こうかなと思ってます。イエーイ。でレザークラフトっていうのはね、うん、あの父ちゃんがこう革で切ってからいろいろ作ったりするでしょう、入れ物とか、うん、ああいうのを売り寄るところ。一回行ったことあるよね。うん、友達と食べたい。たこ焼き昨日食べたじゃん。だけど僕もっともっともっと食べたかったの。昨日のたこ焼き美味しかった。紅生姜が入ってた。あれ入ってないとこ揚げたと思ったんだけど、入ってた。入っとって、お腹に。今日はね、うん、そのレザークラフトのお店に行くでしょう。うん、でレザークラフトのお店に行ってから、うん、まあ時間があれば、時間があれば二人でどっかで遊んで帰ろうか。うん。ね。こうやってやるのも久しぶりじゃない？車の中で。二人だけで車に乗るっていうのも久しぶりよね。こうやって、うん、お出かけするのでね、うん。次はでも春休みがあるよ。いやだ春休み。え、なんで？2年生だけ。うん？2年生だけ。あ、2年生になるけ？絶対春休みになる。いいじゃん、2年生になったらだって大きくなるってことよ。だけどやだ。ちっちゃいまんまがいい。うん。でも宿題あるのはしょうがないよ。違う、そう言われてるので、3、4、5、6年生にはなりたくないってこと。なんで？え、だってさ、うん、この前さ、あのさ、不審者がさ、おるときにさ、1年生と2年生にさ、なんかさ、先生がついてこんかときにさ、3、4、5、6年生になりたくないと思う。そしたら自分らで行かなきゃいけないってこと。公園で2人で遊ぶのがいい。うん、カメラ持って行ってから。その代わり、うん、人はなんかあれみたいにやってね、あれみたいに顔をね丸くしてから隠すんじゃなくて、うん、あのなんかテレビで変になる時あるやん。ああいう感じにしてね、分かった？あのモザイクみたいなやつってこと。うん、それにして。ぼやーってしてるやつだろ。うん、それにして。そうじゃね、そうせんじゃいけんね、他の子もね。だけキャラメルちゃんと父ちゃんで、あの、そのカメラ持って行ってからね。そうか。たまに持ってあげるから、カメラ。今日、うん、バスケはあったでしょ。みんなに問題です。あった。父ちゃん、うん、言ったらダメよ。だけね、うん、練習するときカットしてて。ん、なになに？練習するときカットしたって。分かった。じゃあもう一回言うね。はい、ごめんね。はい、今日はキャラメルちゃんのバスケがあったでしょ。待ってよ、心の中で10数えて。ちょっと待って。正解は、今日は土曜日なのであります。すごいな、元気いっぱいじゃねえ。ね、僕元気いっぱいよ。どうしてな？ジュース買いたい人。はい。じゃあコンビニ寄ろうかどうかでね。うん。昔飛び跳ねたんだよ。問題出して。アメリカ。アメリカ問題出して。頭の上に何がつく？じゃあね、ホットケーキ？あー、惜しい。パンよね。おお。そんちに何がつく？ソーセージを入れて食べたりする。あ、わかった。ホットドッグ。正解。あ、この前見たね、 YouTube のあれで見たよね。うん。他に何かある？レバノンは？ん？レバノン。レバノン？レバノン。レバノンの食べ物？うん。それは父ちゃんよう知らんわ。え、じゃあバングラディッシュは？バングラディッシュ、バングラディッシュは暑かったら元気やね。2つあるやろ、ここ。そう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 、父ちゃんがね、こうやって窓閉めれるように4個ある。4個ある。えこっちは後ろ。いいな父ちゃん。いいな。じゃあなぜ算数が嫌いかというと、うん、わからん時があるけ。なんで体育が嫌いかというと、疲れるけ。今欲しいお菓子ってある、父ちゃん？今欲しいお菓子？うん、今欲しい、今よ、今。うーん、
今キャラメルちゃんだったら食べ物だったらカップラーメンそう、お菓子かな。お菓子でもない。あ、なんか豚麺あるやん、うん、豚麺だからお湯使うじゃん。それ豚麺が食べたいと思った、うん、今欲しい。父ちゃんどっち行ってたやん。右側、ね、もうちょっとしたらね、信号変わるけどね、うん、よいしょ。なんで赤の電車を持った今はね、右の信号が出とったでしょ。あー、うん、あれ、あの時はね、右側は走ってもいい。へー、ここどっかで見たことある。ここ何県？ここ広島県。なんか福岡と間違えて、なんか恐竜のところ行ったら、あ、そこになんかめっちゃ見とった。そうじゃね、だって間違えんの。要は似とるね。今なんだったら恐竜のそこ行きたいカルピス美味しい父ちゃんカルピス飲む。でも全然一緒ね、カルピス。これね、うん、この前の最悪のこと起きたよ。喉乾いた時ね、うん、喉乾いた時よ。あのね、その時にコンビニ行ってからさ、カルピス買ったんよ、うん、普通のって思っとる。カルピス買ったんよ、うん、それから喉乾いとるけ、その、あのごくごくごくって一回飲んだらシュワッとした炭酸かと思って炭酸が入っとったね、うん、そらいけんかったね。喉乾いた時にそんなあるなんて。うってなった。うん、ちょっとって困った困った。じゃあとりあえずここに車を止めて、うん、着いたっけね、うん、でお店の中はカメラで撮ったらいけんから、うん、ここでカメラ置いていこうね、うん、買いましたはい、革をですね買いました。イエーイ。革とあと糸とか、うん、あとこの打つね、なんていうんだろう、ハンマー、フォークみたいなやつ、フォークみたいなやつとかを持ってないのがあったけ、うん、ちょっとねついでに買っといた。ラーメン屋さんとかもあるのね、この辺。今からどこに行きますか。今からどこに行こうか。公園で遊ぼうか。幸せそうな顔しよったね、うん、広島ってどうやって書くん。広島、これ前の車。あ、そうそうそう、前の車あれ広島って書いてある。父ちゃんのは山口って書いてある。山と口やろ。そうそう、何かっていうと山口県の人だけ。大阪だったら大阪って書いてあるってことやね。うん、大阪とか書いてあるね。え、じゃあ英語の人だったらどうやって書くの。英語の人は Y って書いてある。 Y ってなんだ。 Y ってなんだろうかね。あの普通の車は Y って書いてあって、普通自動車ってのがあるんよ、うん、あの父ちゃんの大きい部分みたいなやつ、うん、あれは Y って書いてあって、うん、ちっちゃい部分、こういう部分があるでしょ、うん、あれは A って書いてある、うん、なんでそういう名前なんかわからんけどね。こういう人おるかなって思ってね、考えて名前言ってあげるね、うん、いいよ、うん、中本コロッケ。え、どういうこと。中本コロッケ。中本コロッケ、うん、おるかね。いや、コロッケっていう名前おりそうじゃない、本当に。あの、うん、おるね。世界ではおるやろ。おると思うよ。だって、山本は絶対あるやろ。山本コロッケ今ね、考えてるけど本当におるかは分からんのよ。名字とそれが合併してから、はい、だけど山本はあるよね。山本小鉄とかね。山本はあるやろ。普通投げるやつあるやん。野球。野球ではなくて、うん、なんか、うん、投げるやつ、こうなんか丸くなっとるやつ。丸くなっとって、ここになんか紐みたいな線が敷いてあるよ。うん、こうそしてここに持つところがあって、二人で持ってから、それでここになんかなんで
窓みたいな半分しかない窓があるんよ、うん、それでからそこにぶつけんようにあのこれだからこっちから撫でたりね。なんじゃろう。テニスってわかる？テニスわかるよ。テニスってどんなのか知っとる？パコーンパコーンって打ち合うやつ。あ、それそれ。あ、それのこと？それだからね。うん。あのね、ばあちゃんちがそれだから選手になった人って知っとるよ。そう。名前わかる？わからん。言わん方がいいかね。そうじゃね。じゃあ父ちゃん？うん。これはちょっと後で言ってあげる。はい。あ、今言いたくなった。どうしよう。どうしよう。これってカットできんの？カットできるよ。だけどそんなにカットはしてこないけ。じゃあ後で言ってあげるけ、父ちゃん。大丈夫、あの父ちゃんはね、この撮っとる動画をねバシバシカットしていくからすごいカットするんだけど、父ちゃん。なんで？じゃあ言っていい？いいよ。これあのカットしとったよ。分かった分かった分かった。バクバクカットして。バクバクカットしてあげよう。言ったよか、うん、父ちゃんの耳のところで言わんといて。大阪言っていい、うん、大阪なおなんでその人の名前知っとるの？え、だって見たもん。テレビ？父ちゃん知っとる？知っとるよ。一緒や。多分、ていうか見とる人も結構知っとるよ。父ちゃんだね。よう知っとったね、テニス興味ないのに。じゃあ今から公園に行きますよ。行くよ、せーの。はい、はい、着きました。じゃあ行きますか。うん。僕お留守番行ってきます。ついてきて。ここだよ。行ける？行くよ。父ちゃんも行こうか。せーの。次こっち。父ちゃん下で待っとこうか。うん、じゃあそこの滑り台の下で待っとって。分かったよ。父ちゃん滑り台の下。はい。ここはね、自分でやらんじゃ滑れんのよ。この滑り台壊れとる、本当に。父ちゃん、この滑り台壊れとる。残念だったね。なんで？あんまりメンテナンスしてないんかな。なんでだろう。はい、いいかい？うん。行くよ。うん。せーの。よいしょー。できた、できた。カメラ持っときたい。カメラ持っとく？うん。次どこ行く？次どこに行こうか。あそこ行くか。どこ？あの、あ、あれ。どうだった？楽しかった。久しぶりに公園来たもんね。うん。よかったよかった。じゃあみんなが待ってるけどお家に帰りましょうか。はいはい。はーい。はーい。はい、ダブ、とんかつも待ってるよ。なんかとなって。